皆様こんにちは。ご覧のように昼間です。昼間に今日はローカル線のカズラジは発車いたしますが、そうなのよ、実はね、今日メジャーリーグ中継のために僕は朝4時に起きた。で、8時の本番に備えて、準備をしていて、実際オンエアも始まったらさ、なんとヤンキースタジアム雨で中止よ、ね、1時間待って中止が決まって、でそのゲームはどうするのかというと、もう結構メジャーリーグってもう日程キツキツなのね。だからもう次の日のダブルヘッダーですよ。てなわけでお前は、もう明日だけどもそんなに遠くない明日ね、午前2時からの第1試合と、午前8時からの、第2試合、お前自身も明日は実況ダブルヘッダーです。だから今昼間喋っております。今日もどうかお付き合いください。マックさんもねダブルヘッダーよ。はい、皆様こんばんは、カズラジでございます。こんばんはじゃないね、もうこんばんはっていうのがなんかもう身についちゃってるんだけど、昼間です。まだ2時過ぎです。明日の勉強一通り済ませて、でもね、明日もニューヨークお天気の予報良くないんだよね、あんまりね。どうなるのかね、第1試合が大谷翔平選手が先発する、投げる方ね、先発のマウンドに立つというゲームで、さあ、どうなるのかなという感じでございますけどもね。メジャーって、雨ってあんまりないしさ、結構待つのよね。日本みたいになんか午前じゃないや、3時間ぐらい前に中止とかってあまりないよね。待ってもしょうがないかで、中止出すというね、感じなんだけど、さあ、明日はどうかなっていう感じなんですよね。困ったもんでございます。ダブルヘッダー頑張ります。でもね、この年になってさ、ダブルヘッダーお前さんやってもらえますかって言ってもらえるありがたさと、それとそれに応えられる体力と気力がある自分、これも感謝しないといけないね。いやもうとても2試合無理なんていう感じじゃないから、いいですよ全然、どっちみち東京にいますから、2つでも3つでもやらせてもらいますよっていう感じに思える自分がまだいいねと思います。これが思えなくなった時に、お前がもう喋りの仕事を辞める時なのかなという感じしますけどもね。その時期がいつ来るのかね、もうそんな遠い未来ではないような気がするんだけど、今のところ元気です。マックさんとね2試合やります。今もう昼間なんだけど、昼2時過ぎなんだけど、マックは築地で今お寿司を食べながらお酒を飲んでるはずです。マックあんまり酔いすぎないようにね、午前中から行って飲むっつってましたから、3升ぐらい飲んでから行きますからと冗談言ってましたけどもね、本当にマック飲みそうなんでね。というわけで、メジャーの中継って、中継というかメジャーの試合ってすぐに中止出さないのね。もう本当雨が止むという予報であれば3時間でも4時間でも待つのよね、レインディレイって言って。でマックもヤンキースタジアムで2000年ぐらいかな、レインディレイがあって3時間先発予定だったのに待たされて、でマックの場合は前の日お酒飲んでたのでちょうどいいやと思ってロッカーで2時間ぐらい寝てたそうですけど、さすがだなと思いました。さて、今日も皆様からのお便りをご紹介しながらカズラジバージョン進めていこうかと思いますね。マックでもすごいね、普通なんかこう先発って緊張感あるでしょうけども、マックの場合はレインディレイで、2時間ほどロッカーでこう休んでるとトレーナーが気遣ってくれて、そーっと入ってきてトレーナーの電気を消してくれて出ていったそうです。おかげでよく眠れましたというふうにマック言ってましたけど、面白いね。でもその試合ね、チームはサヨナラ負けするんだけど、マックは7回か8回まで好投して、一時は勝ち投手の権利持っていたんだけど、味方のエラーで同点に追いつかれてマウンド降りたそうです。すごいな、なんかメジャーリーガーすごいね、マックすごいわと思います。さて、月の輪牛さんです。東京出張&早朝中継お疲れ様です。明日のが大変なんだけどね。
窓の向こうに立つホテルは私の勤務地である豊洲からも見えるあのホテルなので、そう、あのホテルなのよ、お近くのホテルなのだなと考えながら拝聴しております。そう、お近くのあのホテルなんですよ。さて、ローカル線のお話ですが、私の住まいの近くに電化されていない JR 八高線という路線があります。8は数字の8、これ八王子だろうね。で、高は高いっていう字ね、高い低い、これ高崎なんだろうね。電化されていないのは川越から高崎間だけなのですが、埼玉に住み始めた頃には試しに高崎まで乗ってみました。埼玉の小川町かなという駅で列車を待っていますと、2両編成のディーゼル列車が到着。いいね、ディーゼル。最初は扉が開かないのでぼーっと待っていましたが、自分でボタンを押さないと、扉が開かないことに気がつき、慌てて押して乗ることができました。埼玉にある八高線や秩父鉄道は車窓から田舎風景を楽しめますので、お近くにお越しのカズナの皆さん、お時間があればぜひ乗ってみてくださいという、いいですね、そういうディーゼルカーの旅、最高じゃないですかね。ついてもボタンを自分で押さないと扉が開かない、いいですね。このカズラジバージョンも、皆さんから何かやる気を起こさないと前に進まないという、まあ、そんなラジオでございますか。そうなんだね、いいですね。まだ2両編成だからいいよ。このカズラジは関してはもう2両もいらないから、レールバスみたいなのも1両だけ、だから前と後ろに両方ともこの運転席があるというキハ20でいいよ。キハ20型、分かんない方は調べてください。1両分で、両側、前と後ろにも運転席があるという、キハ20ですよ。もうローカル線の極みですね。そんな感じです。それからあずきさんです。昨日あのほら夜行バスのさってお話があったんだけども、ちょうど昨日ラジオのイベントに参加するために大阪から静岡へ夜行バスで行ったところでした。へえ。大阪から夜行バスに乗るのは何年かぶりでしたが、あまり乗客がおらずゆったりスペースを使いました。へえ。ラジオの公開放送は生放送、とても楽しかったので、いつかカズラジの公開放送もありますよ。カズラジが公開放送してもよ、かそってるから誰もいないから公開にならない。公開しているのに人がいない、こんな虚しいことはありませんからね。カズラジの公開放送はないでしょうね。ありがとうございます。ひで99さん、ひで99さんは、昨日僕はグリーンスタジアムの、ワインの樽を使ったゴミ箱っていう話をしたら、その写真を僕のツイッターに載っけてくれたんだよね。もしご興味のある方は大前和樹の、ツイッターをちょっと見てください。ひで99さんがコメント欄に、画像を貼ってくださっています。ワイン樽のゴミ箱です。はい。これなかなか今見るとおしゃれだね。ワインの樽、本物のワイン樽です。神戸ワインという名物のワインがあるんですが、そこの醸造所っていうところから、いらなくなった樽なのかまだ使える樽なのかちょっと分かりませんが、を譲ってもらいまして、当時は神戸の市民球団でございましたから、まあ、神戸のワイン場っていうのがあって、そこの神戸市の持ち物なんだね。で、まあそこで、まあ、神戸ブランドっていうのがあって、まあ、そこでいろんなものあるんだけど、その一つに神戸ワインがあった。そのワイナリーからもらってきた樽、いくつかもらってきてね、その樽をちょっと加工してゴミ箱にして、中には普通のゴミ箱っていうか金属製のゴミ箱入ってるんだけど、側から見ればもう樽ですよ。もうあの中に誰かヒゲ面のおっさんが入ったら黒ひげ危機一髪状態になりますからね。そんな樽、今見るとおしゃれでした。ありがとうございます。で、そのバスの話なんだけども、ひで99さんは、格安便が、の、バスね、夜行バスを昔単身赴任時代に東京、大阪、ほぼ毎週使っていたということなんだけども、その格安便は 2×2×2、通路挟んで 2席ずつの観光バスタイプの車両で、今はダメみたいですが、車両、乗車前に少し強いお酒を買って、置いて、出発したらすぐにそれを飲んで、リクライニングも不十分ですがすぐに寝るようにしていました。
そうなんだね。それでも眠れない時は、閉められたカーテンからぴょこっと首を出して危ないな、車窓から流れる夜景を見ておりましたということで、結構皆さんその夜行バスをねご利用されているということで、そっか、まあ、ちょっとその通路挟んでこう2席ずつだったら狭いもんね。ねえ、ということでありがとうございました。カズラジでいつも流れてる曲が気に入っているので、よければ曲のリンクを教えてほしいです。ドンチッチさん、YouTube で検索バーから、君と出会えたことが、君と出会えたことがというのを、入力して検索ボタンを押してください。その、出てきます。著作権フリーなんで大丈夫ですよ。ありがとうございます。それから夜行バスネタはまあいくつかありましたね。谷健さんも昔使っていたということ、みんな元気だね。それから梅ちゃんぐさんは、ちょっと違うお話、木とワインのお話で思い出しましたが、春に梅と桜の話題で盛り上がりましたね。ありましたかね。我が家にも、梅の木があって、毎年2月には花を楽しみ、梅雨の時期には実を収穫して、梅酒にして楽しんでおります。あ、いいですね。一昨年に仕込んだものは子供の大学進学を祝っていただき、去年仕込んだものはバファローズの優勝を祝いながらいただきました。2年連続でとても美味しい梅酒をいただきましたということで、いいですね。今年の梅の実はここ数年の中では出来が良くて、大きめのものがたくさん実りました。へえ、いいですね。今年もまた美味しい、じゃあ梅酒が作れそうですね。ありがとうございます。それから榎本君代さん、あれ、これさっき開いた時はなかった9分前に、くださったやつですね。榎本君代さんです。今日ハマスタに行かれるんじゃない。最近カズラジまで見られなくてごめんなさい。いや、いいですよ、もう所詮ローカル線でございますから。長距離バス大阪から、横浜間アラフォーの時は利用して、朝そのままパートに出たことも何回あります。すごいな、体力あったんですねとお書きですが、素晴らしい体力です。すごいな。爽快王さんです。今日は久しぶりのゴルフで朝6時出発、富士山のふもとへ行きます。あ、今頃もう上がったかな、今2時過ぎ、ナイスショットでしょうか。ところで大前さんの母校は学校法人関西学院にて千狩りカンツリークラブを経営、卒業生の社交場になっているようですねって、僕は行ったことは一回もありませんが、この千狩りのセミナーハウスというのは関西学院持ってまして、三田市なんだけど、もう親父の里がもうすぐその近くですよ。そうなんです。卒業生の社交場か、僕は行ったことないんだよね。私の勤務先は関西学院出身者が多くて、彼らからコースの難しさを聞いておりますと。ゴルフね、コースね、あるもんね。そうなんだね、ありがとうございます。最近ゴルフに対してあまり興味が湧いていない思いでございます。以前は好きでしたね。ハワイで朝から晩まで3ラウンドぐらいしてましたから朝日の出とともに、第1ホールの、ティーグラウンドに立って、日暮れとともに、3つ目の最終18ホールのグリーンの旗をそっとホールに刺すという、そんな生活を送っていた時期ありましたが、あの頃は80代前半で回ってたよ。うまくいけば80切りそうな時もあったもんね。今は到底夢の夢ですよ。本当やんなくなってダメだね。ありがとうございます。坂井戸さんです。坂井戸さんが昨日ね、あの夜行バスの話を振ってくれたんだけども、あのオレンジ色の看板の牛丼チェーン店です。あ、そうだろ、うん、あのオレンジ色の看板の牛丼チェーン店、昔僕らが中学高校の頃かな、 CM ソングだったの知ってる？知らないよね。うまい、早い、安いの三拍子っていうやつ、
ヤマッチョさんならわかると思います。あと余談ですが、昨日のカズラジバージョンの画面で裸眼で見たときに左上にえらい細い三日月やなぁと思ってしまいました。照明でした。手元スタンドです、というわけで、今日は僕の顔を映しながらの久しぶりのこのカズラジでございましたが、というわけで今2時半になろうとしていますね。そろそろ休まないとということではありますけれどもね、いよいよ禁断のダブルヘッダーですよ。朝2時からの第1試合大谷翔平登板試合、朝8時からの第2試合といずれもヤンキースタジアムのゲーム、ヤンキース対エンジェルスのゲームを、実況担当、解説マックス鈴木、実況お前和樹、兵庫県出身コンビで頑張ってまいります。今夜もまだ昼間なんだけども、最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまたね。はい、またね。ローカル線です、カズラジは2両編成のディーゼルカーでございません。1両編成のレールバスみたいなもんですね。はい、じゃあまた。